アメリカ合衆国フロリダ州マイアミデード郡に本社を置くハンバーガーチェーン。1954年にフロリダ州マイアミでハンバーガーレストランとしてオープンした。2018年12月31日の時点でバーガーキングは100カ国で17,796店舗を展開している。このうちの半分近くがアメリカ合衆国に存在しており、 アメリカ国内店舗の99.7%が独立したオーナーによって所有、運営されている。新オーナーは2013年に導入された新しいフランチャイズ方式にほぼ全て移行している。バーガーキングは歴史的には何パターンかのフランチャイズでその事業を展開してきた。フランチャイズの契約ライセンスは地域によって異なっており、 地域ごとのマスターフランチャイズと呼ばれる事業者が実際に店舗を運営するオーナーにフランチャイズの権利を販売している。バーガーキングとこれらのフランチャイズ事業者との関係は常に円満というわけではなく、時には両者の間で争いがあり、さらに問題が大きくなって裁判にまで至った事例もある。例えば、バーガーキングのオーストラリアのフランチャイズ事業者である ハングリー・ジャックスは別の店名で事業を展開している唯一の事業者であるが商標をめぐる両社間の法的な争いは裁判によって決着しているバーガーキングの前身企業は1953年にフロリダ州ジャクソンビルでインスタバーガーキングとして設立されたカリフォルニア州サンバーナーディーノにあるマクドナルド兄弟のオリジナル店舗の訪問後に 創業者兼オーナーがインスタマシンと呼ばれる二つの機械の権利を買って最初の店を開いた。彼らは購入した機械のうちの一台インスタブロイラーと呼ばれるオーブンを使って調理していた。この戦略は非常な成功を収め、その後すべてのフランチャイズがこの機器を使用するように義務付けられた。その後会社が傾いたので1959年に マイアミを拠点とするフランチャイズ事業者のデビッド・エジャトンとジェームズ・マクラモアによって買収された。彼らはチェーン企業の再建に乗り出し、最初に会社名をバーガーキングと改めた。彼らは8年間でチェーンをアメリカ国内で250店舗以上を要する規模にまで拡大させると、1967年に会社をピルズベリーに売却した。 ピルズベリーの経営陣は1970年代後半と1980年代前半数回にわたってバーガーキングの事業再構築を試みた。その中で最も特筆すべきものは1978年にバーガーキングがマクドナルドの経営陣からドナルド・エスミスを引き抜いて企業刷新を行わせたことだった。この改革はオペレーション・フェニックスと呼ばれた。 スミスは会社のすべてのレベルで業務を再構築した。メニューの拡大、新しい標準化された店舗などである。だが、スミスは1980年、会社の売上が落ちる直前に、ペプシコに移籍した。ピルズベリーのレストラン事業担当執行副社長のノーマン・イーブリンカーが、主的マクドナルドとの競争で優位に立って、ブランドを再生させる任に当たることになった。 彼が新たに打ち出した作戦の一つは新しい広告キャンペーンで主な競合店を対象にした攻撃的広告を打ち出した。これはハンバーガーのトップチェーンマクドナルドとバーガーキングでの激しい戦いの時代をもたらしバーガー戦争として知られている。1984年ブリンクラーは会社を去った。彼はダラスを拠点とする。 ハンバーガーチェーンのチリーズを買収して経営者となった。スミスもブリンクラーもその経営方針は最初は有効に働いた。だが、それぞれの退任後、ピルズベリーは彼らによる変化の大部分を緩和もしくは破棄し、新規出店を抑制した。これらの行動は会社の成長を停滞させ、再度の売上低下を招いた。最終的にバーガーキングとピルズベリーは、 財務的に苦しい状態状態に陥った。オペレーションの弱さとリーダーシップの欠如のせいで、会社は長期間、泥谷足を取られたままだった。最終的に、ピルズベリーは、イギリスのエンターテイメントコングロマリットである、グランドメトロポリタンによって1989年に、買収された。買収当初、グランドメットは、新たな CEO バリー・ギボンズの指揮下に、 チェーンの収益性の改善を図った。最初の2年間に彼が行った改革は新商品の導入やディズニーとの提携では成功した。その一方では引き続き企業イメージに問題があったことや広告戦略が効果的でなかったことは失敗で、それを差し引いた結果は必ずしも満足いくものではなかった。さらに、 ギボンズは利益を得ようと会社の資産のいくらかを売却し多数のスタッフをレイオフした。ギボンズの退任後に就任した歴代 CEO はいずれも会社のブランドの修復に努めた。例えばメニューを変えることや新しい広告代理店との契約やその他様々な変革の試みがあった。しかし親会社によるバーガーキングブランドの軽視は グランドメトロポリタンが1997年にギネスと合併してディアジオになっても変わらなかった。親会社がブランドをないがしろにし続けた代償は有力フランチャイジーが事業から撤退するという形で会社に帰ってきた。事業価値は大幅に減少していた。2000年にディアジオは最終的な決断を下し損失の続くチェーンを切り離して売りに出した。 20、20コンセプト店の一例、アイルランドのコークにある店舗より、21世紀に入り、2002年に、ディアジオから会社を15億ドルで購入した、投資ファンドの TPG キャピタルによって、会社は再独立を果たした。新しいオーナーは素早く動いて会社を再活性化、再組織化した。その結果、2006年には、 株式の再上場を果たすという大成功を収めた。2010年、バーガーキングは 3G キャピタルという別の企業に買収され、非公開会社となる。それから2年後、バーガーキングはニューヨーク証券取引所に上場する。2019年には人工肉を用いたインポッシブルワッパーが発売された。また、2020年にはワッパーの材料から、 合成着色料や化学調味料などが除外された。そして2021年1月、バーガーキングはブランドの再構築を実施した。最初のロゴは文字で1953年7月28日に導入された。最初のキャラクター、ザ・バーガーキングのイラストをあしらったものは1960年代に用いられ、ドリンクを手にしたキャラクターが バーガーの上に座っているデザインから、座っているキングロゴなどと呼ばれた。これはいくつかのバージョンが作られた。バーガーでなく、会社名とモットーの、ワッパーのイエホームオブザワピルと書かれた逆台形の上に、キングが座っているものもあった。さらに、キングを省いて、台形だけのものも作られた。このロゴはいろいろなバリエーションで1969年4月30日まで、 使われた。1969年5月1日、新しいブンハブスロゴが登場した。これが基本的には現在まで使われている。このロゴはハンバーガーに似ており、社名を2つのオレンジの半円形のバンズで挟んでいる。1994年4月30日、デザインはシェイプアップされ、膨らんだ。フォントは円が丸くて、 すっきりしたフォントに変更された。1999年に発表されたロゴデザインではワッパーの部分が青色で囲まれており、デザイン分野の批評家であるスティーブン・ヘラーはこのデザインがスポーツブランドを思わせるとして批判しているほか、22年後にバーガーキングのリブランドに携わったフェルナルド・マシャドもこの批判に同意している。このデザインについて 当時ロゴのデザイナーチームに所属していたデビー・ミルマンはビジネスインサイダーに対してこのロゴがナイキのデザインに影響を受けていたと述べ、前略その時のロゴはバーガーキングがモダンでシャープで少しエッジが効いていることを表現していたと話している。2021年3月のリブランドではロゴも刷新の対象となり1994年から1999年の 物に近いデザインが用いられた。また、先代のロゴにあった青色や光沢表現は除外された。オーストラリアでは、ハングリージャックスの名称で事業展開しているが、そのロゴは、バーガーキングとほぼ同一デザインで文字のみが異なる。創業の1971年からワッパー型のロゴを使い、1995年にフォントを、現行の すっきりしたものに変更した。なお、バーガーキングで用いられていた青い三日月をあしらったロゴも2001年にデザインされたが導入はされなかった。イギリス、ロンドンのレスタースクエアのバーガーキング店舗 BKC が1959年にフランチャイズを始めた時に採用したのは地域モデルだった。これはフランチャイズ事業者に対して 一定の地理的範囲の地域単位で店舗を開く権利を売却するものだった。このフランチャイズ契約では、個々のフランチャイズ事業者に対する BKC 側の監督権が極めて弱く、製品の品質管理や店舗のイメージや設計、それに業務の手順などで問題が発生しがちだった。1970年代には、このバーガーキングのフランチャイズシステムの 構造的欠陥が、ピルズベリーにとって、さらなる問題となっていった。有名な事例としては、バーガーキングとルイジアナを拠点とするフランチャイズ、事業者のチャートハウスとの関係がある。チャートハウスは、バーガーキングのフランチャイズグループとしては、当時最大で、アメリカ国内に350以上の店舗を有していた。そのオーナーのウィリアム・トロッターとジェームズ・トロッターは、 1970年代には数回にわたってバーガーキング本体の取得あるいは買収を試みており、その都度ピルズベリーの拒絶にあっていた。企業買収の試みが失敗した後、チャートハウスとバーガーキングの関係は悪化し、ついには裁判にまで発展した。結局、チャートハウスは1980年代初頭にバーガーキング事業を分社化して、 ダイバーシフーズという持ち株会社に移し、これは1984年にピルズベリーによって買収、吸収された。1978年、ドナルド・エヌ・スミスによる改革であるオペレーション・フェニックスによって、このフランチャイズシステムにもメスが入れられた。以後のフランチャイズ契約では、新オーナーはその店舗から1時間以上離れた場所には住めないことになった。 これによって、新規のオーナーは、より小規模なグループか個人に限られ、大規模で複数の州にまたがるような企業が、フランチャイズ契約を結ぶことはできなくなった。また、フランチャイズ事業者は、他のチェーンとの掛け持ちも禁じられ、バーガーキングの資金をそちらに流用することができなくなった。この新方針によって、フランチャイズ事業者の規模は、強力に制限され、 チャートハウスのように BKC に挑戦する大型フランチャイズ事業者の出現は阻止された。本社直営のフランチャイズ方式ではなく、各国ごとに地元企業と業務提携を行う方式で、欧米を中心に多くのチェーン店を展開している。2018年12月31日の時点で、バーガーキングは100カ国で17,796店舗を展開している。 オーストラリアでは出店する際にバーガーキングの商標が登録済みであったためハングリージャックスの名称で展開した。1990年代にバーガーキングは商標の譲渡を受け名称を変更しようとしたがハングリージャックス側はすでに名称が普及しているとしてこれに反対した。契約違反及び営業妨害としてバーガーキングを訴訟し ハングリー・ジャックス側が勝訴している。タイではマイナー・インターナショナルが事業を行っている。日本におけるバーガーキングのフランチャイズ事業は複数回にわたって転々としてきた。1993年、西部商事はアメリカバーガーキング社とフランチャイズ契約を結び、独自のチェーンを展開したが、後に提携を解消した。その後、 日本タバコ産業が1996年にアメリカバーガーキング社の持ち株会社であるイギリス企業グランドメトロポリタン社と提携しバーガーキングジャパン及び共同出資会社である JT グランドメット株式会社を設立したさらにレストラン森永から取得した森永ラブの店舗を利用してバーガーキングの事業を展開したところが その翌年の1997年に、グランドメトロポリタンとギネスの合併に伴う方針変更により、JT グランメットは解散した。その後、2001年3月まで JT とバーガーキング、コーポレーションの提携は続いたが、その間に展開できた店舗数は、当初の計画の4分の1である25店舗だった。それから数年後の2007年、ロッテとリバンプが、 共同出資会社バーガーキングジャパンを設立し、この会社は2010年にロッテリアに買収された。それからさらに数年後の2017年、投資会社のアフィニティエクイティパートナーズがアメリカバーガーキング社とフランチャイズ契約を締結した。バーガーキングでは他のハンバーガーチェーンと異なり、パティを鉄板ではなく、近火で焼き、肉汁を止めて余分な油だけを落とす。 直火焼きを採用しているワッパー大型ハンバーガー、ワッパー。バーガーキングのメインメニューである。ケチャップはアメリカハインツ社の製品を使用し、フライドポテトにもケチャップのミニパックが付属する。ワッパーは下から順に、バンズの下半分、網焼きのミートパティ、ピクルス、ケチャップ、玉ねぎ、トマト、レタス、マヨネーズ、バンズの上半分の順で構成される。 サイズにして直径約1 3トル高さが約5トルその他、スライスチーズを挟んだ、ワッパーチーズ、ベーコンとチーズを挟んだ、ワッパーチーズベーコン、またなどがある。バーガーキングの大きな特徴が、ハブ IT アウェイと呼ばれる、ハンバーガーの具材を増やしたり、減らしたりすることができるサービスである。例えばワッパーを注文する際に、 ビーフパティを3枚追加、ケチャップとピクルスを多めに、レタスを少なめに、オニオンは入れずに、といったオーダーの仕方ができる。裏メニューではなく、公式に宣伝しているサービスである。追加は有料であるが、レタス、ピクルス、オニオン、マヨネーズ、ケチャップ、マスタードに限り、注文するバーガーに元から入っていれば、無料で増量できる。 一般的なフレンチフライの他にフライドオニオンリングが主力のサイドメニューとなっている。セットで注文する際、ワッパー等のサンドメニュードリンクが基本的なセットとなっている。ポテトかオニオンにはトマトケチャップをつけることができる。その他の主なサイドメニューは以下の通りとなる。コーヒーや紅茶、コーラ、オレンジジュースなどソフトドリンクがメニューにある。ハイネケムや ハイボールなど酒の販売を行う店舗もある。2019年にニュージーランド国内で発売を開始していたベトナム風バーガーの広告動画に西洋人が巨大な箸を使ってハンバーガーを食べようとするシーンがあったが同年4月にニュージーランド在住の韓国人女性がアジア人の食べ方を笑いの種にしようとしたとしてバーガーキングを非難し広告は 人種差別的だと述べた。これを受けて、バーガーキングは動画を取り下げた。ありがとうございます。